フェルナンド・リックセンは、オランダ・ヘールレン出身のサッカー選手。元オランダ代表。ポジションは、右 SB 及び、右 SH。名字は、リックセンとも表記される。レンジャーズ・フォルツナ・シッタートととエジー・アルクマールを経て、2000年7月に、移籍金375万ポンドでスコティッシュ、プレミアリーグの名門レンジャーズ FC と契約。リッンのレンジャーズでのスタートは決して、 順風満帆とは言えないものだった。2000年8月28日に、セルティック FC とのオールドファームで、相手選手で同胞のボビー・ペッタに攻め込まれていたことで23分に交代させられ、それから半年後のオールドファームでは2度の警告により、退場とダービー2試合で両試合ともに途中でピッチを後にしている。さらに、2000年11月の試合で、 ダレン・ヤングに対して蹴りを放った。この時点では審判から見逃されていたがカメラにその行為が捉えられていたため5試合の出場停止が言い渡されスコットランドサッカー界でテレビの証拠に基づき訴求的に処罰された最初の選手となった。また自身のウェブサイトでヤングの目を覚まさせる必要があると事前に示唆する書き込みがあったことも問題視された。 2001から02シーズン中に、ディック・アドフォカート監督からアレックス・マクリー氏監督に、交代後も変わらず起用され、スコティッシュカップとスコティッシュリーグカップの優勝に貢献。3冠を達成した2002から03シーズンも、主要選手として公式戦46試合に出場し、全3得点のうち2得点を、アウェイのハート・オブ・ミドロシアン FC 戦で挙げている。 三冠を達成した昨季に比べ、2003から04、シーズンはバリー・ファーガソンとロレンツォ・アモルーズを含む数選手の移籍により、無冠に終わる一方で、リック戦はシーズンを通していくつかの負傷と懲罰問題があったものの、公式戦で42試合に出場と、チームにとって不可欠な選手だった。2003年10月のパナシナイコス FC 戦前に、 ジョン・ F ・マクレランド会長をプールに投げ飛ばすと、同州には、夜遊び後に、ホテルのドアを壊したことで代表チームから禁止を言い渡され、2004年3月にリーグカップのハイバーニアン FC 戦で、デレック、リオーダ団に対し肘打ちをしたことで、スコットランドサッカー協会4試合の出場停止と、レンジャーズから1万ポンドの罰金を課せられると、ピッチ内外で問題を起こした。 2004から05シーズンは絶えず起用され公式戦で51試合9得点を記録し、クラブとしては劇的な最終節によりリーグ戦とリーグカップの2冠を達成。また、GK のステファン・クロスの負傷後からシーズンの大半を首相として過ごし、シーズン終了後にクラブの最優秀選手賞のみならず、スコットランド・ピーフ年間最優秀選手賞に共同で選出された。 2005から06シーズンは無冠どころか3位でシーズンを終える最悪なものだったが UEFA チャンピオンズリーグ2005から06でグループリーグを突破したしかしビジャレアル c f とのベスト16では2試合とも若手のアラン・ハットンが起用されたことで出番は訪れなかった翌2006から07シーズンはシーズン前の合宿に向けた南アフリカへの出国便で 客室乗務員と口論し、さらに飲酒をしたことで帰国させられたため、ポール・ルクエンシン監督の下での将来は、不明なものとなった。ゼニと2006年8月11日、以前レンジャーズで指導を受けた、アドフォガーと監督率いる FC ゼニと、サンクトペテルブルクへの期限付き遺跡が決定。それから2週間後に親善試合のためアイブロックス、スタジアムへ一旦戻るも、 クリス・バークへの無謀なタックルによりバークは負傷したことでブーイングされた。さらに一週間後には試合中に同僚であり首相のウラディスラフ・ラディモフと乱闘する問題行動があったものの11月28日にゼニートへの完全移籍が決定。しかし2007年1月に再びラディモフと試合中に乱闘を起こしている。 UEFA カップ2007から08決勝が古巣のレンジャーズ FC と対戦することとなり、両クラブで指導経験のあるアドフォガーと監督の存在も相まって因縁の対決として取り上げられたが出番は訪れなかった。2009年8月29日に双方合意で契約解除となり、対談が決定した。晩年2012年12月2日に1年以上の 無所属期間を経て、プロキャリアを開始したフルスのフォルトゥナシュッターとと、シーズン終了までの契約を締結。2013年6月16日にプロキャリアに終止符を打つとともに、兄弟の下でアマチュアクラブの RKSV マイナーでプレーすることを発表した。ルイファン・ハール監督のもと、2000年11月15日のスペインとの親善試合で、 ケビン・ホフラントとパトリック・パーウベと共に、オランダ代表初出場を飾り、88分後に、ポール・ボスフェルトと交代した。2000年のクリスマスの朝に車が街頭柱に衝突させた事故が、飲酒運転だったために500ポンドの罰金と1年間の運転禁止を言い渡された。2003年10月に、飲酒の末に暴行し7000ポンドの罰金。 度重なる飲酒による事件から2004から05シーズンに自ら禁酒を課し2006年7月の飲酒事件後に在宅治療のためクリニックに登録した2013年に筋縮性即作効果症に罹患し闘病生活に入っていることを明らかにしていたが2019年9月18日朝に死去死去の方は グラスゴーレンジャーズ FC 公式サイトにて告知された43歳ボーツありがとうございます。